ペトラちゃんは見た。私はアザミ、大学2年生。勉強やアルバイトに精を出すごく普通の20歳。そんな私だが悩みが一つ。それは彼氏いない歴イコール年齢という事実だ。大学に行けば華やかなキャンパスライフが待っていると受験を頑張ったけど、おかしいわね。なんでみんなカップルになってるのかしら。バラ色のキャンパスライフという言葉があるくらいだし、彼氏の一人や二人くらい簡単にできると思っていたんだけど。それはあんたが行動を起こしてないからよ。あかね、急に出てきて心を読まないでくれるかしら。だってあんた顔に全部書いてあるわよ。この子はあかね、同じ学部に通う同級生だ。行動を起こすって具体的には？そりゃあ合コンに参加するとかさ。いやよ、ああいうのって飲みないがバカにならないし、私はお酒飲めないからなんだか損した気分になるのよ。お金の無駄。あんたサークルとか学部の飲み会にすら渋い顔するもんね。合コンに話は戻るけど、あなただって連戦連敗じゃなかった？まあそうなんですけど。何よ、ニヤついちゃって気持ち悪い。そりゃニヤつきたくもなるって。だってついに彼氏ができちゃったんだからさ。嘘、嘘でしょ。私たちは学友であり一人身仲間じゃないの？お先です。ちなみにどうやって作ったのかしら。いや、それがね、実は博物館で出会っちゃって。博物館？考古学専攻の友達に付き合う形で行ったんだけどさ、そこでハンカチ落としちゃって。落としましたよ。あ、すいません。はい、ありがとうございます。素敵な感じの人だったな。ああいう人が彼氏だったらな。で、拾ってくれた人とその後も館内で何度もばったり出くわしちゃって、そのまま仲良くなっちゃったの。のべたな、漫画じゃあるまいし。でも実際そうなんだから仕方ないじゃん。アザミも行ったら博物館。確か今は世界の土器店ってのがやってると思うから。ほー、どうして考古学もかじってない私が土器店に行かなきゃならないのよ。入館料だってかかるでしょ。そうだけどさ、大体男目的で興味のない分野の展示会に行くなんていかにも浅ましいじゃないの。真剣に見ている人たちに失礼だわ。分かったわよ。私は絶対そんな恥知らずな真似しないわ。来てしまったわ。落ちるところまで落ちたわね、私も。とりあえずハンカチを落とせばいいのかしら。落としましたよ。え、これ。ありがとうございます。お、もう一回チャレンジしてみようかしら。落としましたよ。すみません。落としましたよ。落としましたよ。落としましたよ。また会いましたね。そうですね。私ったらそそっかしくてすいません。女の人しか拾ってくれない。もしかして入館料を少しでも節約するためにレディースデーに来ちゃったのがまずかったかしら。辺りを見渡しても女性ばかりだし、はあ、今日は諦めて帰ろうかしら。いや、ここで帰ったら入館料がもったいない。レディースデーとはいえ1000円払ってるのよ。せめて展示品を全部見るぐらいして元を取らなきゃ。よく見るとかなりの数が展示されてるわ。改めて展示をちゃんと見ると地域も時代もバリエーション豊かなのね。西を楽しめってことかしら。ふーん、こっちは日本でこっちは大陸のか。へえ、大昔のものなのに文様がかなり違う。すでにそれぞれ独自の文化概念が生まれてたってことね。土器の出現は人類が物質の化学的変化を応用した最初の出来事。なるほど、なかなかどうして素敵じゃない。こっちの土器の文様はいいわね。燃え盛る炎のようだわ。絵画もいいけど、こういう立体的なデザインにのみ宿る力強さというのも確かに存在するのよね。1時間が経過して2時間が経過しても私が博物館から出ることはなかった。まず土器を見て、それから説明文をじっくり読み込んで、もう一度土器を見る。蓄えた知識の分だけ土器は私に豊かな奥行きを見せてくれた。それぞれの土器にその素材その形で生まれるに至った因果がある。デザインが文明そのものを内包しているのね。深いわ。本日はご入館いただきまして誠にありがとうございました。閉館時間まで
残り10分となります。お忘れ物のないように。もうそんな時間？でもまだ軽くしか見てない時もあるし、明日も来ようかしら。よく考えれば男性との出会いもまだだし。この日以降、私は毎日のように博物館へと足を運んだ。ねえ、あずみ、今日ごめん、ちょっと用事があるの。訪れるたびに新たな発見があり、3回目の来訪時にはもうハンカチを落とすのも忘れていた。1ヶ月後、あのデザインにはそんな宗教的意味もあるのか。ドキ展が終わってからも私の熱は冷めることがなかった。なぜなら私は興味があることはとことん調べたい、いわゆるオタク気質なのだ。前回の展示はバリエーションの多さと引き換えに、一つ一つの時代や歴史の深掘りが足りてなかったというのもある。その物足りなさを埋めるように私は図書館に足しげく通うようになった。大学の講義でも土器に関する一般教養を多く取るようになっていた。卒業の単位にはならなかったけど、そんなのは関係なかった。今回の講義はとても良かったわ。あれ、あなたはこの前の。え、あ、ハンカチを2回ぐらい拾ってくださった。彼女はツツジさんという方で、偶然にも彼女はアカネを博物館に連れて行った人だった。なるほど。じゃあ、あざみさんは男の人と出会うためにあの場にいたんですか。面目ない。じゃあこの講義も必修科目で。いやいや違うの。あの展示会で土器にはまっちゃって、この講義も単位関係ないけどとても興味があったから。ツツジさんみたいに純粋に展示を楽しんでいる人もいたのに、あの時はごめんなさい。いえいえ、動機は何であれ、こうして土器の世界にはまってくれたのは嬉しいです。ちなみに、あざみさんはどの土器がタイプですか。タイプ？どういうのが好きかってことかしら。そうですね、やっぱり火炎型土器は手広く好きですね。現代でも十分通じそうなエネルギッシュな造形がたまらないと言いますか。わかります。なんというか新しいですよね。そこはかとないパイオニア感があるというか、すっごいおしゃれで。一応東北地方の大気式土器などから影響を受けたっていう説もあるんですけど、でも誰か一人の典型から生まれた突発的なデザインだとしてもおかしくないというか、情熱的だけど天才ゆえの孤独が垣間見えるし、そうして多面性をどこか神聖な空気の中に内包してて、私一緒に映画に行くなら火炎型土器みたいな男の人がいいです。その上で王冠型土器くんにも思いを寄せられて、二人の間で板挟みになりたいと言いますか。ガチの人だ。なるほど、瞳の中で狂気が燃えている。ちなみにあざみさんは付き合うならどんな土器がいいですか。やっぱり火炎型ですか。え、あんまりそういうのを考えたことないから。辻さんって土器を男性に擬人化して楽しむタイプなのかしら。まあ土器の形のままで恋愛ドラマしてそうではあるけど、やっと解放された。私は土器が好きだけど安易な擬人化はしない主義なのよ。土器は土器、男性は男性、愛があったとて違うものなの。私はまだバラ色のキャンパスライフを諦めてないわ。例えば一緒に博物館に行きたい男性なら、やはり知的な人がいいわよね。でもどこかに激しいものを秘めているというか、そういう意味で言うなら甲府盆地の水煙門土器みたいな人がいいかしら。あれも冷たい流水が砕けて舞うような造形だし。はっ、私ったら何を考えてるの。いけないいけない、辻さんに影響されすぎたんだわ。あの土器のあの形が隠れた力強さを表現していて。そしてあれから数年後。今日は本当にいい日ですね。ええ、そうね赤松くん、本当にめでたい日です。この日をあなたと迎えられてよかった。私もよ。綺麗ですよ。大げさじゃない。大げさなわけないじゃないですか。なんだってあざみ先生のドキドキ水煙門ダーリンの初の単行本発売日なんすから。マジで感無量で美麗な表紙っすよ。ありがとう。結局本物のダーリンには合図じまいだったけど。いやでもマジリスペクトっす。ほら見てください、この書評。土器の文様に宿る重厚な歴史的背景を甘酸っぱい恋愛模様として再構築した力作ってベタ褒めじゃないっすか。リスペクトっす。そうね、 SNS に細々とアップしてた妄想話がここまで広く世に受け入れられて、
私も鼻が高いわ。羊さんと出会った後、私はズルズルと土器の擬人化にはまってしまい、誰かにこの思いを分かってほしい。拙い絵ではあったが、誰かに見てもらいたくて SNS にこっそりアップしていた。すると意外と好評で好意的なコメントももらってしまい、私の創作意欲に火がついてしまった。続きが見たい。他のキャラはいないのかな。設定が面白い。これに気を良くした私は専攻を考古学へ変更し、より深く土器を学ぶようになった。これあざみさんが描いたんですか。すごい。土器それぞれの特徴を捉えてますね。そうかしら。これなら一層。え、漫画にしちゃったらどうですか。絶対受けますよ。え、漫画なんて描いたこともなかったけど、やるならとことんの性格がいい方向に働き、みるみるうちに閲覧数は増えていった。やがて何回かバズった頃に出版社から連絡があった。うちの漫画アプリでウェブ連載してみませんか。その後あれよあれよという間に連載が決まり、漫画を描くので忙しくなってしまった私は、就活もせずひたすら土器の擬人化漫画を描き続けていた。そしてこの度念願の単行本が発売されることになったのだ。長かった、ここまで来るのに。一人では作業が追いつかず、アシスタントの赤松くんを雇うまでになり、どうにか漫画で生活ができるまでになっていた。大好きな土器をたくさん描いて仕事ができるなんて、なんて幸せなの。しかし私が漫画を描いている数年の間に、茜は学生時代の先輩と結婚。イエーイ。辻さんも職場の土器好きな男性と付き合い始めたって言うじゃない。なんで私だけ未だに男ひねりなのよ。あざみ先生の作品が好評で、足の俺も鼻が高いっす。ほら、ファンレターもこんなに。擬人化ものっていう非現実の物語なのに、細部まで描かれた恋愛ストーリーと組み合わさってて、まさにリアルとファンタジーの融合という感じです。きっとこの描写の緻密さは、先生の今までの重厚な恋愛遍歴に裏打ちされているんでしょうね。え、どうしたんすか。アンチっぽかったですか。アンチよりも的確に私の心をえぐってくる文面だったわ。先生の漫画とても楽しく読ませていただいてます。ところで先生は付き合うならどんな土器がいいですか。私は最近では一周回って人体モン土器が。このファンレター絶対つすじさんからでしょ。何よ、彼氏が人体モン土器系だって言うの。悔しいから、次回の話では人体モン土器が浮気する話を書いてやろうかしら。おいおい、よくわからない嫌がらせはやめた方がいいんじゃないですか。俺も先生の足するようになってから土器の勉強をするようにしてるけど、全然違いが分かんないっす。それは愛が足りないのよ。愛を持って土器に接しなさい。文様の線一本一本に歴史と文化の重みを感じるの。へえ。虚しいわ。同じ土器好きのはずなのに、かたや理解のある彼氏持ちで、かたや未だに彼氏いない歴イコール年齢、一体どこで道を違えたというのよ。くっそ。赤松くん、はい、明日近くの博物館に行くわよ。え、どうしてっすか。ネタ集めよ、土器店がやってるのよ。ついでにあなたに土器の素晴らしさを改めて叩き込むわ。それって先生と俺と二人で行くってことっすか。そうよ、他に誰がいるのよ。赤松くんも私より少し年下だけど、一応は年頃の男の子。博物館に男の人と行ったという事実をこしらえて心の糧にするのよ。むなしい。そうっすか。じゃあ今日はここで上がって、ちょっと今から服買いに行ってきます。え、なんで。高級レストランに行くわけじゃないのよ。おしゃれする必要ないでしょう。なんでと言われましても、まあ別にいいけど。憧れのあざみ先生とデートだ。気合い入れておしゃれしていかねえと。いつかネタ集めとかの言い訳なしに、殿方と純粋な博物館デートしたい。翌週。人体モン土器様が双子だ。そんな。ご視聴いただきありがとうございました。男性には出会えなかったものの、きっかけはどうであれ、ここまで熱中できるものに出会えることなんてそうそうないでしょうからね。無関心だった土器の世界にはまって、それに関連したものを職業にするなんて、人生何があるかわからないものですね。それにしても、一つのことにのめり込み続けることってなかなかできることではないです。これもある意味才能ですから、誇っていいことですよね。
皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでも面白いと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。